テレビくんのラジオ奇跡ドルオタでもファイヤー挑戦テレビくんです。よっ、ま、本日はザ・ラストロックスターズラスベガスのライブビューイングに行ってきたというテーマで話していきたいと思います。このチャンネルでは奇跡ドルオタ35歳ボカロ P がファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。昨日2023年2月11日にザ・ラストロックスターズのツアーラスベガス公演のライブビューイングに行ってきました。で、自分愛知県民なんですけど、名古屋の映画館のチケットがもう発売初日でもう全部売り切れてしまったため、まあ、ちょっと遠くの、 岐阜の各務原のイオンの中にある映画館で見ることになりました。で、ライブビューイングのチケットも人気だったんですかね、チケット取れたんですけど、自分の席もう前から3列目で、でちょっと首が痛くなるような感じの、まあ、自分で映画撮るときはちょっとここにしないよねみたいな感じの席でした。で、他の地域の方は、まあ、どんな状況だったか、まあ、よかったら聞かせてください。で、12時頃に、まあ、イオンに着きまして、で、お昼に台湾混ぜそばを食べてから映画館に入りました。で、この日はバンドメイドっていう5人組のガールズバンドがオープニングアクトを務めるということを前から聞いてたんですけど、このバンドメイド前から知ってて曲も聞いてたので、あ、バンドメイドまた聴けたらいいなと思って、ちょっとライブビューイングでもやってくれるのかなと思って、まあでももしかしたらやらないかもなみたいな感じで思ってたんですけど、そしたらやってくれました。で、バンドメイドはメイド喫茶で働いていたメンバーを中心に結成されて、で、メイド服でライブをするっていうコンセプトで、で、演奏技術もすごくて海外の人気も高いバンドです。自分曲は聴いてたんですけど、あんまり PV とか見てなくて、で、どんな人がやってんのかなって思って、初めてまともにちゃんと見たんですけど、ドラムのあかねちゃんがもう笑顔でドラム叩いててすごい可愛くて、もう一発で好きになりました。4曲ぐらいやって13時20分に終了って感じで、20分ぐらいライブをやって、で、会場でも前の方が手挙げたりして盛り上がってて、いい感じの雰囲気で終わりました。で、ヨシキさんの関連のライブは、まあ、いつもちょっと遅れるので、まあ、ここからいつも通りちょっと待つんだろうなって思ってたら、まあ、20分ぐらいしたら始まるよねみたいな風に思ってたんですけど、いや、なんか長くねみたいなでも30分経ってもずっともう会場の様子を映したままで、で、お客さん、映画館のお客さんももう席立ってトイレかポップコーン買ったりとかしてて、そうしてるうちにテロップで機材トラブルのため遅れていますって出て、あー、そっかーみたいなで、これかなり待つのかなって思ってたら、まあ、ちょっとトイレ行ってこようかなって思ってたら、まあ、結局もう50分遅れでスタートしました。で、会場はもう立ちっぱで、ちょっとまあしんどかったろうなと思います。で、アメリカの人たちこれで帰っちゃわないかちょっと心配になるレベルの、まあ、遅れ方だったんで、まあ、ちょっと心配になったんですけど、お金払ってるか、まあ、そんなことはないと思うけど、ちょっと心配でした。1曲目は、まあ、サブスクとかで先に発表されていたザ・ラストロックスターズという曲で、いや、やっぱかっこよかったですね。で、杉蔵さんは相変わらず短パンでもう興奮しました。まあ、ツアーなので、まあ、日本のライブとほぼ同じセットリストでしたね。ほぼっていうか全部一緒だったのかな。で、みやびさんと杉蔵さんのもうギターバトルがもうやっぱめっちゃかっこよかったです。で、みやびさんなんですけども、全曲通してもう表情とか仕草、一挙手一投足もう全部かっこよかったですね。ギターもスラップを取り入れて、ね、めっちゃ
刻むんですよ。もうそれがもう超絶うまくて、わーすげーってなりました。で、YOSHIKI さんのソロもあって、でその後に MC を挟んだんですけど、あのロサンゼルスだから全部英語で話していました。で、意外となんか、あ、ちょっとずつわかるなみたいな感じで、まあなんとなくなんですけど、まあ、YOSHIKI さんが、まあ、ミヤビ、スギゾー、ハイド、YOSHIKI で、ザ・ラスト・ロックスターズという、まあ、アベンジャーズみたいなバンドを作ったんだけど、なんでこのバンド名にしたかって、まあ、ただのインスパイア、まあ、ひらめきとか、まあ、直感だよみたいなことを言ってたように思います。で、最初はもう、自分、あ、ザ・ラスト・ロックスターズって、ですみたいな感じでバンド名聞いた時に、みたいに思ったんですけど、まあ自分はなんかもう受け入れてる自分がいます。後半戦はラルク・アンシェルのハニーをやったり、あとミヤビさんのソロ曲もやりました。で、本編ラストにやったサイコラブ、みんなジャンプしてたりして盛り上がりがすごくて感動しました。この曲早く音源で聴きたいですね。で、まあ、アンコールってなって、で、まあ、YOSHIKI さんが MC で喋ったんですけど、まあ、世界の壁を越えるのはちょっと難しくて、まあ、血だらけになりながら前に進むんだみたいなことを、まあ、英語で言ってるような気がしました。で、進撃の巨人を、あの英語で、あのアタックオンタイタンっての曲を、曲だよって言った瞬間に会場でも歓声がわーみたいなのが起こって、やっぱアニメの人気すごいんだなと思いました。まあ、そのうちアニメのオープニングでもザ・ラスト・ロックスターズの曲が聴けたらいいなって思います。まあ、これは多分なると思いますね。で、なったらすごいいいなって、ちょっと楽しみです。で、アンコールは新曲のシャインと1曲目のザ・ラスト・ロックスターズをもう1回やって、で、もうライブが終了って感じでした。で、日本ですごい盛り上がったハイドさんが作ったナナの主題歌の、あのグラマラススカイはやらなかったです。あのグラマラススカイまたやんないかなってちょっと期待してたんですけど、まあアメリカでは何の曲か分かんないだろうし、まあ外すのかなといった感じで、でも機材トラブルもありましたが、やっぱかっこよかったですね。で、ツアーも終わっちゃったので、でこれから新曲とか音源が出るまで、まあ、何ヶ月か待つのかなとは思いますが、まあそれを楽しみに行きたいと思います。いや、ライブビューイングすごい楽しかったですね。皆さんは最近ライブとか行きましたか？よければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるので、ぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。楽しかった。